本当に巨人の4番も、4番バッターとは言えないかもしれないけど、4番も打った坂本くんにね、巨人の4番と結婚してあげるって昔ね、言ったけど、この次元じゃないよ。次元を重ねてやっとそうなったけど、もう今さらね、怒られるし、違う、むしろ。だから、でもうちのね、マトロシカやから、うちがその、なんていうの、うちが悪いわけじゃないや。でしょ？とにかく、もうその、紆余曲折なんて言ったりするけど、だから次のハードル。まだハードルあるんか。で向こう星もそうされるの、うちのマトロシカの間のアイドルみたいなもんか。スターだから、アイドルか。本人じゃない。で、うちのマトロシカの夫でもない。彼氏でもない。でしょ？一番外のドラがそうやけど、中でそういうことになってるけど、しゃあないやん。中でそんなことになっちゃってるね。うちもこんな風に、なんかつけられてこんな風になってるし。あの時な、坂本くんと対立した杉田先輩の、杉田の、あの人に、今杉田美桜さんのペール叩かれたんだけど、どうしたらやろな。な関係者めちゃめちゃ嫉妬されるってことでもあるよね。坂本くんにも頑張ったんちゃう。そうやけど、相当嫌われたと思うね、坂本くんもね。セルモンもね。さあ、シルバービューレットバンド。セルモンですよね、銀の剣も。鉄砲やろう。うん。鉄砲だ。で、これがボブシー。似てるよ。入場、後楽園じゃない。当時、後楽園しかなかったけどな。坂本くんが入場のテーマで、アメリカに、ストーン。これ使ったら、結婚してあげる。いくら、サンフランシスコと同じ、ね、ジャイアンツでも。アメリカ、要するにメジャーリーグか、まあ、アメリカに見立て、読み順な、社長さんだから。さあ、ジャイアンツ、アメリカに見立ててくれよ、お前ら。さあ、倒してみろや。アメリカに、ジャイアンツ、巨人軍をアメリカに見立てて倒してみろやっていう、そういうんやねん、読売巨人軍って。ジャイアンツの選手は知ってるやん。みんな何しろよ。ジャイアンツ、プロ野球選手知ってるな、きっとね。というわけなので、だからみんな必死でジャイアンツ倒すって、その読売の社長のその心意気にな、応えてるね。美しい話。だから、坂本君、これを、ね、スタジアム入場テーマにしなければ。もし、これを入場テーマにしたら結婚したり、一緒に生活して、ハーブに、健康管理したり。もう結婚してるのじゃ知らんけど、興味ないからごめん。野球までいまいち、誰が結婚してる人は知らんねん、もうすでに。そんな年ちゃうしっていうか、こう言ったらよな。な、このハードルだから結構厳しいよ。な。結構厳しいよ。かつての自分やろうけど、恥ずかしいよ。なんか。